Minasan konnichiwa, Ning Ning desu. Hey everyone, this is Rimin and welcome back to my channel. Today we're on our way to visit my friend Gold Erica. She actually opened a new nail salon, so I'm gonna go check it out today. Nanka kyou, tomodachi no Gold Erica san ga saikin atarashii nail salon o hiraita node, kyou wa asobi ni ikitai to omoimasu. Chodo ima ne, nail wa nani mo shite nai node, toriaezu aki yō no nail wa tanonde mitan da kara, dou naru no ka wakuwaku shite masu. So I actually have no nails on right now, so I'm super excited. I asked for autumn themed nails and yeah, super excited to see what it looks like. We're almost there. We're actually very close to Shinjuku Station. I'm on a taxi, but it's very close to Shinjuku Station on the west exit. Hello! すごい。グロリアネイル。わあ、すごい素敵。ハロー。私もネイリスト。今日はよろしくお願いします。可愛い髪の毛、今何色？ 黄色とグリーンと、あ、本当だ。オレンジ。メイクもめっちゃ可愛い。あ、可愛い。すごい。おしゃれ。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今エリカがデザインしてる。デザインしてる。とりあえずあのアナスイの2020年のAWのコレクションで、ちょっとインスピレーション取ろうかなと思ってて、今色と 出来上がりました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。可愛い、本当によくそのインスピレーションの写真をなんか持ってきて、こうネイルをお願いすることはよくあるんだけど、でもなんかここまで細かく描いている人はなかなかいないので、めっちゃ感動した。本当にありがとう、ファンファンが。こういろんな<笑>デザインを描いているんで。うちには手描きアートうまい人と、まあ私はデザインしてあげたり、 本当に提案できる感じ。なんか横で考えてくれたんですよ。めちゃくちゃ面白かった。よかった、楽しかったら。そう、手書きでこういうアニメの絵も描けるから、いやこれ描いてるんだよ。これシールじゃないよ。なのでめっちゃびっくりする。本当にディテールがめちゃくちゃ綺麗に描いてくれるので、めちゃくちゃ感動した。ありがとうございます。うちのサロンは新宿、西口の方に近くて、丁寧さ、長持ちさ、デザイン性とかそういう細かいところとかすごい気になるから、 あと楽しんでいただけるちょっとプライベートな空間だし、ファッション好きな人でも一般の人でもぜひ一回来てみてください。なんか今インスタの方は今時のファッションショーから、ランウェイからアイデンティティもらって、そこでデザインして、作ってるんですけど、そういう感じでお客様の雰囲気に合わせて作ってあげたいので。 すごい、本当に感動した。ありがとうございます。あと特にこのキャットアイ、今流行りかな。結構友達の間にも結構見るんで、初めて聞くの。なんかキャットアイは塗って、こうマグネットで、その光沢をいろんな形にもできるし、なんか線を引いたりいろいろできるけど。
ぜひ試してみてください。じゃあそれでは今日はありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。